じゃあ赤岳山頂から横岳、伊予岳目指して行ってみます。時間は5時14分です。なんだてくんだ。へえ。おお、結構きれい。まあ比較的楽ですね、でも。塩がしっかりしてる。はあ、おーすごい。ああ、すごいな。あ、横岳山頂かな。硫黄岳に向けていきます。ありがとうございます。あとは硫黄岳に向けて、平坦な道が続きます。そこに行くとはすごいな。すげえな。小草が生えてるんで、両脇はフェンスが設置されてます。かなり楽な道です。いや、今までがきつすぎた。硫黄岳山荘に着きました。おお、すごい。やっと来た。硫黄岳山頂 2760m。じゃあ硫黄だけを後にして、あとは下山します。はあ、赤岩の頭に着きました。じゃあ、あとはここを下ってきます。歩いてきまして、今沢の音がしてます。ふう、あー来た。あー、じゃあさあ、おお、上後沢、赤岳高専来ました。赤岳高専を抜けてさらに下山します。沢の音が癒されます。ああ、とりあえずここまで来ました。ああ、ああ、まあここまで降りてくるともう暑いですね。ここは本来はメジャーな登山道で、ここからまあ赤岳に行くコースになっています。三本山荘に着きました。ああ、はい、駐車場まであと1時間ぐらいで着きます。まだもうちょっと下山します。まあこんな感じの分岐点があるんですけど、まあ、こっちの方が近いんでこっち行きます。まあ、こっちだと車もほぼ通らないんで、こっちの方が歩きやすいです。まあこっちの裏道はまあ誰も通らないんで非常に歩きやすいです。今近道来まして、普通の道に今合流しました。さらにこちらに行くと近いんでこちらに行きます。歩道なんでストレートに行く感じですね。こんな感じで若干近いです。さらにここを行くと近いですね。はい、こんな感じでまた道路に合流できます。はい、やっと、駐車場の、八ヶ岳山荘が見えてきました。いや、今回は阿弥陀岳中岳ルートで行ってみましたが、やっぱり阿弥陀岳中岳ルートはかなり厳しいルートです。まあ、マイナールートだけに人の通りは全然ないんですけど、やっぱりかなりコースはきついのかなと思いました。はい、もうちょっとで、八ヶ岳山荘に着きます。はい、八ヶ岳山荘到着しました。